そう韓国はやっぱりマッチョ多いよね別に顔はまあそんな日本人と大差ないとは思ったんやけどやっぱ体つきで私かなりキュンとしてしまうやっぱりその,あのマッチョバー行った時も一番でかい人でって頼むくらいなんでホスト行った時も一番体でかい人でって筋肉一番ついてる人でっていうくらいやっぱり筋肉好きなんで。そうマスラオ マスラを好きだよ俺はか日本はやっぱりね筋トレしてる人少ないもんねまあ私でさえも頑張ってさパーソナルとか行くけど、まあ、高いのは分かるけどさ面倒いしないやっぱ日本人はマジで運動習慣ないらしいからな日本人は運動習慣つけてる人1割とかだったと思ういや普通の女は筋トレしてる男気性がりませんえっ じゃあ聞きますよいいですかじゃあ今この配信にいる女性の方筋トレしてる男気性いいと思いますかえ家でムチムチで真っ白でしこりまくってる男がいいと思いますかえ筋トレとか俺してないしみたいなしこしこ男好きですか好きなわけないじゃないですか何言ってるんですか筋トレしてる男最高ですよなあ大好きよな思いませんよね思うわけないやんバカじゃねえのお前え筋トレしてない自分を正当化そこまでしたいほら見てえ一人もいないですよ一人もいないですよ うん、えある方がいいに決まってるやんわかる例えば自慢しすぎまあその自分の筋肉の写真とかを SNS に上げてとかやってんのはちょっと苦手っていうのはまあわかるけど家で何もしてないひょろひょろのガリガリとかムチムチの白豚とかが筋トレしてるやつが貴重ないっていうのはほんまに笑える肩腹痛い肩腹痛し、ね、私は別にないよりかは自慢してるやつの方がマシ。見て俺の筋肉」とか「可愛くない?」「ちょっと俺の筋肉見て」とか言って「えどう最近めっちゃついたんよとか言われたらかわいいやん。 それキモいってんよお前らの心小さくない筋肉自慢とか可愛いしかないだろなな、可愛いだろ可愛いだろかわちいよええー、自慢してくる人は嫌かなええー、みたいな許したるよだって筋肉ってさ女が言うさメイクうまくできたとか髪型うまくできたっていうのと近いんよ自分の努力で良くなったものをじゃあ女の子が「えー、見て今日のメイク可愛くない?」とか「えー、今日のリップ可愛くない?」「髪の毛うまく負けた」ってイオンと同じやんそんなん筋肉の自慢くらい可愛いいって言ってあげよう 私はもう可愛いよただの可愛いよだろそう自分がその努力してつけたもんやから見てほしい見てこんなに俺頑張ったんよって可愛い いいじゃんかよお前らの自撮りと変わらんやん。そこをなんか自慢するわはキモいって言ったらひどい。言わしたれよ。頑張ったんやけん。じゃあ毎日筋トレしてください、本当に。え、私、マッチアップアイコンでマッスルさせてても全然いいと思います。マッチアップのアイコンで、そうやな、父の谷間をちょっと出してる女と別に一緒だと思います。なんで男が見たら、おちょっとこいつ、やりまんかもしれないけど、いいね。ピク、みたいな。ちょっとチンピクする感じですかね。あの感じですけど。 まあ、私のの中ではは割とエロ一番いいのはそれはたどりですよたどりですけど切っどない洗面所とかで自分の筋肉を見てっていう硬派な自撮りをする男っているじゃないですかもう自分ちのさもう何て言うんだろう 1K みたいななんかちょっと基盤だ洗面所でもうほんまに自分の筋肉だけ顔とかも携帯で半分隠れとってほんまに筋肉だけを見せたい自撮り可愛くないですか そうなんかあの歯磨きした時の飛沫とかがピピピとかついて「不 <laughs> けよ!」みたいな。で自撮りした可愛いよかわいいやろどう考えても。お前もっと心広く持と洗面所くらいしか鏡ないねあいつら。